菅原院天満宮神社は、京都府京都市上京区にある神社。観光成績25杯の第1番。通称、カラスマの天神さん。神社のある当地は、菅原清田だから道真の親子三代の邸宅である、菅原院があった場所とされており、道真生誕の地とも伝えられる。左大臣、藤原時平によって、 太宰府に左遷させられた道真は都に戻ることなく、演技三年に皇居。その後、京の都には異変が相次いだ。道真らの母体を弔うためもあり、菅原院跡地には関記寺が創建され、その境内に道真とその父相を祀る彰子も作られた。しかし、関記寺は、長宝五年に、源の通りの宮廷、六条河原の院の跡地に移転していった。その後、 津川ラインの跡地には移転した、関気寺の電車が残されていたが、道座根高生誕の地といわれる、関わり合いの深いこの地に、少子から新たに社殿を拝してあい、との紙に、父瀬前,前、祖父清忠を祀るようになった。境内には、観光を産ゆぬいと呼ばれる道座猫が生誕した、祭の産ぶゆに使われたとされる井戸があり、2010年に、 改めて採掘され地下水が湧き出るようになっている。他に、観光ごやいの石灯籠がある。ありがとうございます。